はい、ということで今練習から帰ってきたんですけども、今日は2部練習の日ということで、今8時から10時まで練習して、次はまたちょっと休憩してから、2時から練習ということで、今日の午前中は比較的ね、多分全面ゲームとか多くて、結構きつめのトレーニングでした。で、午後は多分少し強度は落ちて、戦術的なトレーニングになると思います。それでは今から、お昼ご飯を食べていきたいと思います。今日はですね、僕はあんまり自炊はしないんですけど、今日は少し手作りのご飯を作っていきたいと思います。今日用意したのはここの納豆ですね。この納豆で調理をしていきたいと思います。それじゃあ行ってみましょう。はい、ということで完成しました。なんとなんと美しい納豆巻きでしょうか。僕は結構ね、自炊のセンスがあるんですよ。ということで食べていきたいと思います。おいしい。で、今日も安定のね、うどんがあります。うどんを食べていきます。最近は皆さんのおかげさまでだんだんと登録者が増えていってましてね、今300人ぐらいいるのかな。ということで嬉しいことに本当にありがとうございます。ということでね、今年の夏7月8月までにちょっと1000人を目指してね、これからもちょっと投稿を多めに、頻度を多めに更新していこうと思うんで、どうかこれからもよろしくお願いします。